こんにちは。いよいよ4月から28年度の幕開けです。北広テレビも開局して5年目になります。今回の新年度番組紹介もマスコットキャラクターつつみちゃんと一緒に進めていきます。はい、よろしく。4月から新しいシリーズがまた始まりますよ。早速紹介しましょう。いろいろあるんですが、まずこちらから。あれ、ここはどこ？つつみちゃん、ここは花ホールのホワイエです。毎月1回ここで開かれるロビーコンサートを4月から毎回私が紹介していきます。クラシック音楽を中心に前途有望な若手音楽家のコンサートを北広テレビでもぜひお楽しみください。へえ、すごい。高井さん、北広島の広報誌読んでいますか？北広島の話題や月の行事を広報誌で欠かさずチェックしています。一番後ろのマイタウンニュースの中の一つを4月から北広テレビで動画発信することになりました。動画でも見られちゃうんだ。そうなんですよ。私たちは毎月の広報誌にマイタウンニュースとして4本選んで載せていますが、そのうちの1本を北広テレビさんで放送してもらうことになりました。動画でアップしてもらうニュースには QR コードがついていますので、スマートフォンでもすぐに見ることができますよ。へえ、それなら北広テレビもたくさん見てもらえるね。28年度から広報北広島と連携し、市内の情報をより立体的に発信していきます。ますます便利になりますね。他にはどんなシリーズがあるの？つつみちゃん、北広チャレンジという新シリーズが始まりますよ。こちらで行われているスポーツを中心に、絵や工作、音楽を含め、小さい子から高齢者までたくさん頑張っている姿を紹介します。わー、楽しみ。ところで高井さんも新しいシリーズを担当することになりましたね。そうなんです。このジングルで始まるシリーズ、地上の星でリポーターを担当します。地上の星、どんなシリーズ？つつみちゃん、お空の星は輝いてよく見えますよね。でもこの北広島の地上にも目立たず輝いている星があるんですよ。市内でみんなのために一生懸命頑張っている個人や団体を紹介していきます。それが地上の星なんだね。つつみちゃん、新しいシリーズ企業レディも始まりますよ。技術とセンスが生かされた事業を展開する輝く女性たち、どんどん紹介していきますね。女の子ならこれ絶対見なくちゃね。地震の影響10倍楽しもう。北広再発見。これまでシリーズで放送してきました地震の影響10倍楽しもうや北広再発見は終了しますが、代わって北広島地名あれこれを放送します。つつみちゃん、こんにちは。北広島地名あれこれは私たち地震の駅の学芸員が説明役をします。もちろん北広島という地名がどうして付けられたのかもお伝えしますよ。さらに北広島市内各地の名付けの言われを分かりやすく解説していきます。どうぞお楽しみに。わー、楽しみ。さて、これまでのシリーズで北広島に住む外国人を紹介する北広島大好きと話題の居酒屋スナックを紹介するほろ酔い店巡りは継続します。また好評だったお庭拝見と北広散歩は特集番組として継続する予定です。いっぱいいっぱいだね。以上お伝えしてきましたが、北広テレビは28年度からも
装いを新たに、これまで同様北広島市の魅力をお伝えしていきますので、よろしくお願いいたします。北広テレビではスタッフを募集しています。一緒に北広島の魅力を伝える動画作りを楽しみませんか？興味をお持ちの方はぜひ IT ステーションへご連絡ください。